いつも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。よし、そんじゃね、このね、セクカーをね、してきたこれをね使って、SIM調整をねしていきましょう。はい、じゃあいつも通り、はい、とりあえず何もない状態でね、いつも通り、この辺のねギアパーツを突っ込んでいきますと。じゃあね、これで、どんなもんか見ていきましょう。はっはっは。マジか。これね、結構乗ってるね。見えるかな、ここ。ここね。これね、0.5。いやー、0.78 ぐらい浮いてんな。ほら。マジかよ。これ結構きついね。これに合わせて果たして反対側も追従してきてくれるかな。いやってことは、じゃあここは 0.1、 ここは多分 0.6 か7ぐらい必要だね。まずは 0.6 ぐらい突っ込んどこっか。で、ベベルの方も、見てみましょう。ベベルはね、乗っかってる要素はないね。こっちを動かしてもこっちが動かないから。目視した感じだと、0.3 ぐらい隙間があるので、ここはね、スパーギアとベベルギアの間が 0.3 ほど空いてるので、その空きを維持したまま行きたいので、0.1、0.3、0.6 で行きましょうか。はい、一旦それで様子を見ましょう。これね、書いてあるやつ超便利だよ、これね。ここにね、書いてあるのってめちゃんこ便利。これマジおすすめだよ、これね。あ、ほら、ね、0.1。これマジで便利だよ、これ。よっしゃ、ここが 0.1。で、ここが 0.1。OK! じゃあ、スパーを乗せて、で、ベベルも乗せて、ここが問題だね。よし、これでちょっと様子を見てみましょう。入れすぎた。0.5 でよかったかも。よし、じゃあ 0.2 を外して、0.5 でどうなるかを見ましょう。いい感じだね。よし、0.5 だ。今ならね、スパーを揺らしてもほら、少し余裕があるでしょ。これ理想的だね。よっしゃ、これでお酒だね。よし、じゃあ 0.5、0.1、0.1 で、これで一旦メカボを閉めてどうなるかっていうのね、ちょっと様子を見てみましょう。よし、OK。よし、これで、どれだけね、隙間が空くか。ベベルに関しては、適正値だね。これぐらいの動きはあっていいので、まあ 0.1 をぶっ込んどきゃ問題なさそうだね。じゃあベベルは 0.1。じゃあ今度スパーね。ほう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 。スパーギリギリだね。ほんのちょっとだけ動く、ここが。これ 0.1 も突っ込めないかな。0.1 を入れる余裕がないかもな。そうか。じゃあ反対側はちょっと入れらんないね。OK、わかった。じゃあ次、セクターね。マジっすか。やっぱな、そうだよな。だって下を 0.5 も上げたらさ、それは上がさ、ギリギリになるよね。こっちもね、上にね、隙間がない。もうぴったりだ。で、今んとこね、ほら、一応スカスカ動くから、きつい状態ではね、どうもないっぽいので、しょうがねえな。じゃあ上なしでいくか。余裕がないしね。これ無理だよ、多分。要は、あれだね。セクターギアがちょっと分厚いんだね。もともとついてたやつよりね。だから全体的に上に上がっちゃったんだ。まあしょうがないね。よし、じゃあこれでいきましょう。じゃあここに 0.1 だけどね、ちょっと突っ込んで、SIM 調整はね、終了という感じにしておきます。そうそう、これ。前回ね、動画ね、ちょっと紹介した、イグナイトケミカルズってところかな、わかんないけど、イグナイトグリースっていうね、なかなかね、うさぎなグリースをね、作ってるメーカーさんがあって、そこのグリースをね、今回もね、採用していこうと思います。
これね、結構ね、高速回転するところじゃなければね、結構ね、おあつらい向けなね、気がしますね。あの、粘度が結構あって、で、多分ね、こういうところはね、これじゃない方がいい気がする。ここはさ、ほら、摩擦係数がさ、結構ね、でかいじゃん。うん。で、こういうね、粘度が高いやつより、GAW のね、いつも使ってる、こういうやつの方がね、多分向いてる気がする。うん。まあ、こういうね、軸受けで油膜がなるべくね、切れて欲しくないとこはね、こういうものをね、使うといい気がします。あと、このね、ギアの周りとかね。よし、じゃあ、チーム調整は完了しました。なので次はタペット付近をね、やっていきましょうか。今回、純正のピストンをね、そのまま流用する予定ですと。はい。で、純正のピストンはこれになりますが、まあ一応中を見てみたらね、そんなになんか傷が入ってるわけでもないので、まあこのままね、使えそうですと。で、これ、うん。前回ね、ほら、ゴリラグルーでね、止めといたやつが跳ねないとね。うん、これもしっかり固まってくれたので、はい、これをね、取り付けていきましょう。まあ、ここがね、ちょっとスカスカなので、まあ、いつも通りね、シールテープでね、やっつけちゃいましょう。ね、このね、手持ちのシールテープが分厚すぎんだよね。毎回さ、これ3分の2ぐらいまで切って使ってんだよな。これ、なんか、サイズ合ってないのダメだよね。よいしょ。そっか。折り曲げて使うっていう、いやー、折り曲げたらね、多分ね、分厚くなりすぎてね、ダメなんだよな。だからね、毎回ね、切って使ってんすよ。これ、なんか外にさ、はみ出るのなんかちょっとダサいじゃん。これね、コーナンでね、無理コーナンなんで、ほら、コーナンでね、買ったやつなんですよ。よーし。こんな感じでね。よーし。こんなんでいいでしょう。どっちが前だか後ろだか関係ないので。お、ちょうどいい感じ。あ、いいね。いい感じ。よし。いい感じよ、これ。うんうん。よし。きつすぎず、ゆるすぎず。うん、完璧だと思う。よし。じゃあ、ここに、ピストンとピストンヘッドをね、やっていきましょう。ピストンヘッド、ピストンヘッド。どこ行った本当に毎回ね、いろんなものどっかやっちゃうんだよ。ピストンヘッド、あー、目の前なんじゃ。はい、じゃあこのピストンヘッドをね、取り付けていきましょう。はい、安物でーす。よっしゃ、安物だけどね、ちゃんとね、ポムピストンなんだよ、これね。直近でね、何回も使ってるけど、ほんといいよ、これ、マジで超おすすめ。うん。もうこれでね、1万発以上とかね、これもう3つぐらい使ってるかな、確かね。調査銃の時も使ったし、あと、なんだっけ、未来銃も使ったか。うん、未来銃も使ったし、調査銃も使ったし、この間ね、M4、アサシン M4 か。あれも結局これに変えたんでね。よし、オッケー。じゃあこれをね、ピコピコーンと。行きたいところだけど、まあ、まず間違いなく AOE 調整が必要なので、AOE 調整がもう入ること前提で、間につけるね、SIM を、最初から用意しておきましょう。わかんないんだよね。あ、これだ。よし、ありました。よし、これもちょっとそろそろ在庫切れそうだから買っといた方がいいな。もうバンバン在庫切れんだよね。うん、まあ、実を言うと、これね、動画にしてるのって、まあ一部なんですよ。うん。改造、カスタム、僕がやってるカスタムがね、すべてがすべて、動画になってるわけではないので、まあなのでね、動画外でもやっぱいじってて、そこでどんどんなくなっていくんだよね、これね。よし、いい感じだね。多分こんなもんだと思う。なぜかというと、今回跳ねないとが入るから、多分ね、これ一枚で済む気がするんだよね。まあ、ちょっと様子をね。ながらやっていきましょう。よーし、おい、一旦ね、一旦固定完了。よし、これ突っ込んで、おお、結構なフリクションがあるね。よし、ここで登場します。あー、特別調合がまだ終わってなかったな。いっか。これにね、少しね、この要はこれにオイルをね、ちょっと混ぜて緩くするとね、いい感じになるんですよ。うん、まあ、混ぜて使うことをね、なんか推奨してるわけではどうもなさそうなんだけど。あ、よし、この粘土いいね。よし。じゃあこれをちょっとペタリンごと貼っつけて。よいしょ。
よし、あとはこれを手で伸ばして、よし、であとはこの中も同じものを伸ばしといて、多分これでちょうどいいフリクションになるんじゃ。おお、いい感じ、めっちゃいい感じ。よっしゃ、これで鬼滅鬼滅鬼滅、おお、いいね、鬼滅鬼滅刃、うん、いい感じだね。よっしゃ、いい感じ。ほら、全然全然漏れない、ほら、うん、なん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 、全然漏れねえよ、これ最高。じゃあこれをね、途中まで持ってってこの状態でやるよ、せーの、うん、全然漏れねえ。ほほほ、ほんとね、これね、途中から漏れないんだよね。いいね、これほんと気に入ってる。このね、守護神のね、SHS のね、あの、ノズル、これ、ほんとここのね、気密性が高い。これほんといいよ。最高最高。よし、これぐらいのフリクション、ちょうどいいでしょう。バッチリだと思います。よっしゃ、これでね、のっけていきましょう。しょい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 。